はい、皆さんこんにちは。先日のね、6月のアップル新製品で何が一番人気っていうね動画で、まあ、それでねアンケートやらせてもらったんですよね。そしてまあそれに対するコメントが125で、まあそのうち私の返信を除くとですね、だいたい55人の方が回答をしてくださいました。ありがとうございました。それでね、質問はだいたいこんな感じで、一つ目はね、アップルの新製品で、まあ、購入したものは何ですかっていうのと、まあ、あと二つ目はアップルの新製品で気になったものは何ですかっていうと、それと三つ目は、サードパーティーのアクセサリーで購入したものは何ですかというのを、まあ、それぞれね、6月の新製品から選んでいただきました。まあ、それでね、まあ、こんな感じでね、まあ、丁寧な回答をいただきまして、非常にね、勉強にもなりましたし、楽しませていただきました。まあ、全部ね、目を通させていただいてます。まあ、それでね、その中からね、4名の方がね、結構つわものでですね、まあ、お一方は、サディスティックさんって方は、iPad Pro 12.9 インチと iMac を買いました。そして、クボンヌさんはね、iPad Pro 10.5 インチと MacBook 12インチを買いましたということで、共に2台買い。そして上田さんもですね、iPad Pro 10.5 インチと MacBook の12インチ。まあ、そして、ノエリアムさんも、こちら MacBook の12インチとですね、iPad Pro の 10.5 インチを購入されたということで、まあ、4方がね、非常にこう2台買いというね、つわもの買いをされていました。そしてね、それでは集計結果ですけども、まずはね、1つ目は購入したもののベスト5から発表したいと思います。5位、こちらは MacBook Pro の2017年モデルですよね。でこちらね、まあ、去年の秋に出た時に、まあ、ちょっとね、様子見をしていた方も、まあ、こう2代目になりまして、まあ、ちょっとね、安心して買えるものになったことが原因じゃないかと思ってます。そして4位、iPad Pro の 12.9 インチ5台ですね。でこちらはね、まあ、Apple Pencil を最大限に活かすんならやはりこのサイズということで、根強い人気がね、ある 12.9 インチの iPad Pro でありますよね。そして3位、Apple Pencil。で、こちらはまあね、6月の新製品ではないんですが、まあ、この iPad Pro に、伴ってですね、購入したというね、書き込みの方が多かったので入れさせてもらいました。5人の方が購入しています。そして2位、MacBook の12インチ。こちらね、7台ですよね。で、こちらはね、やっぱりね、すごい気持ちわかるんですよ。私もね、実は、このサイズとね、軽量にね、非常に惹かれていて、まあ、秋もね、まあ、このスペックで出てたら、ひょっとしたら MacBook Pro ではなくて、こちらを買ってたと思うんですよね。だから非常にね、いいモバイル Mac になったと思います。そして1位は、iPad Pro の 10.5 インチですね。こちらなんと21人の方が購入されました。もうぶっちぎりの1位ということで、まあなんかね、これ私もまあこちらのね、スペースグレーの 256GB のセルラーを買いましたが、なんかね、同じのをね、こう多くの方が買ってくださったっていうのがなんかちょっと嬉しいですよね。まあ確かにね、こう見どころ満載の iOS 11が待ち遠しい iPad でございます。そしてこちらはね、ちょっとグラフにまとめてみました。まあ、この5位以下のもので、ちょっとね、気になったのを言うと、まあ、Apple Watch のね、新色バンドとか、まあ、あとはね、スマートキーボードなんかを iPad Pro に合わせた方が結構いらっしゃいましたよね。そしてまあ、その1位のね、iPad Pro 10.5 インチは、なんと、購入したという方の中の 41% がこちらをね、購入してたんですよね。だから2位の MacBook 12インチにかなりの差をつけての1位ということになっています。やはり目玉だったということでしょうか。そして次はね、2番目、気になったもののベスト5。まず5位はね、ホームポッドですよね。こちら3票。これはね、まだ発売されてないんですが、やはり期待値が高いようです。そして4位、Apple Pencil。こちらはね、まあ、また新製品ではないのですが、やっぱりね、iPad Pro を買った方の中で、まあこう、検討している方がね、いらっしゃるということのようですけどもね、やはり、ペンシルあっての、まあ、プロの、まあ、能力を最大限に生かすってことですよね。そして3位は MacBook の12インチ3票ですね。
やはりこちらは、まあちょっとね、もうちょっとベンチマークなんかが出てくると、まあ購入する方は増えるんじゃないかと思いますけども、まあかなり性能アップをしていますから期待値は高いです。そして2位が MacBook Pro 5票ということで、やはりね、まあ去年から様子見で買い替えのタイミングに合わせていつにしようかというところで気になっている方がいらっしゃる。そして1位はこちらもですね、 iPad Pro の 10.5 インチ10票ですよね。やはりね、これまあ秋口の iOS 11のね、まあ発表に伴って購入をね検討されている方っていうのもこの中にはいらっしゃるかもしれないですよね。まあ、この購入しなくても非常にね注目度のある、まあ、この6月の新製品の一つだったんじゃないでしょうか。そしてね、6位にね iMac と iMac Pro がね各2票入ってたんですが、まあ、こちらやっぱりね、この iMac Pro っていうのがまだ12月まで発売されないってこともありまして、まあ、ちょっとね iMac は検討に時間をかけたいって人多いみたいですよね。そしてね、こちらグラフにまとめてみました。でこれね、まあパッと見でね一番やっぱり印象的なのはやっぱ注目度気になったっていうのでも 33% の方が iPad Pro 10.5 インチということで、まあ、あとはやっぱりねこのホームポットはね、まあ、やっぱ必ずみんな口にするっていうところはありますよね。はい、そしてですね最後は、購入したサードパーティーのアクセサリーですよね。まあこれ中にはねやはり iPad Pro の保護フィルムとかケースとかがねいろいろあって、まあ、割と割れてたんですね表は。ただ1位はやはりロジクールのスリムコンボ4台ということで、まあこれ iPad Pro をね購入された方がこれを合わせて購入されたということで、やはりねこれだけを持って外出したいというね、まあ、要望も結構多いようですよね。はい、それでね余談なんですけど、ちょっと集計しててね思ったことが、こちらのねナンバーズは使いやすいってことで、まあ、これアップルのね、まあ、純正の、まあ、オフィス系のアプリのね、まあ、こう表計算のですけども、まあ、こちらね今回最初はねこの左側の、まあ、Excel の、まあ、Mac 版でやってたんですよね。でまあやってたんだけど、なんかちょっとねフォントとかいろいろまあやりづれえなと思いまして、それでね途中からねこのナンバーズ、まあ、こう右側ですけどもね、これを使ってね集計にね切り替えたんですよね。まあ、このセルの部分をコピペすればね引き継げちゃうんで、それでねやりましたらね非常に使いやすかったんですよね。それでまあこれ Mac 版のちょっと古いやつなんで、 Windows 版の最新でもねちょっと見てみたんだけど、やっぱりね使いづらいんですよね。でまあこれ私はね Excel そんなに好きじゃなくて得意じゃないっていうのもあるんですけど、まあこのナンバーズはねこの立ち上げて新規書類っていうのをやるとね、まあ、このいきなりねこの美しいテンプレート集が出てくるわけですよね。でこのねテンプレートがねそれぞれ結構こうなんか気持ちがこう上がるようなね、まあこう美しいデザインになってるっていうのもありまして、まあ、非常にねこう感触がいいんですよね。で今回はこのグラフの基礎っていうのを開いて作業したんですけども、まあ、当然テンプレートは Excel にもあるんですが、どうもセンスがないですよね。まあ、それでこちらのね、グラフの基本を使って今回は、まあ、先に作っといたデータをねこう入れ替えて、まあ、それでねこうグラフにしたりして、でこれね動作の方もね非常にこう直感的でねすごい使いやすいんですよね。こうマス目が並んでないとこもなかなかねいいんですけども、ってことでね非常に使いやすいいいアプリだなっていうのを再認識しました。でこちらね、まあ、最後のまとめですけども、やはりね今回の6月の新製品の目玉はね、まあ、やっぱり iPad Pro の 10.5 インチだったってことですよね。まあ、21人の方が 41% ですよね購入されて、まあもちろんね分母がそんなに大きいアンケートではないので絶対ではないですが、なんとなくね傾向が見えてきたんじゃないでしょうか。ということで今日はこの辺にしたいと思います。アンケート協力ありがとうございました。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。